どうも、ルイです。今回はですね、ビックリマンワンダーコレクションやっていきたいと思います。まあ、今回何をやっていくかというと、まあ、ダメチャレですね。弁慶のダメチャレをやっていくんですけど、まあ、魔盗族の方がね、結構育成ができたので、まあ、ブースト A ランク最大、スター星5、まあ、スキルレベル4と、で、奥義がレベルマックスですね。で、専用装備もマックスと、で、戦力の方が5960まで上げれたので、これをね、ちょっと利用しつつ、まあ、スーパージュラー。まあ、この辺も AA、まあ、星4、まあ、スキルは4。で、奥義覚醒はちょっとできてないんですが、まあ、専用装備はレベル3と。いう感じで、まあ、他のキャラもね、まあ、こんな感じで、まあ、そこそこ強いですよ、という感じですね。こんな感じで、まあ、こんなメンツなんですけど、ちょっとこれでね、ちょっとダメージ、どれぐらいいけるのか、ちょっとね、ダメチャレやっていこうかなと。一応現状200万超えはちょっとしてるんですが、なかなかね、ちょっと伸び悩んでるという感じになってますね。どの編成がまあいいのかというところはあるんですけど、ちょっと難しいところではありますよね。で、まあコストの問題もあるので、もうこの辺もいけるか。ちょっとこの辺、ちょっとキャラもちょっと強化しつつ、まあ、ブーストも上げつつみたいな。やれることをやってちょっと挑んでいきますか。いやー、でもね、これ難しいですよね。これでいけるか。これでいって、どうするかというところなんですが、一応、そうですね、もうちょっと、ここちょっとレベル上げて、この辺はちょっと無理か。まあ、じゃあちょっと総戦力81440ということで、ちょっとこのね、メンバーで、ちょっとダメージ、ちょっとダメチャレやっていこうかなと思いますと。まあ、魔盗族が、まあ、どこまでダメージ出してくれるかみたいなところはありますよね。さあ、これでいきましょうか。一応、まあ、奥義は一応、オートで最初ちょっと見ておくと。まあ、順番にね、一応打っていく形にしようかなという感じなので。ここで、さあ、魔盗族。あ、いいダメージ出てるな。ここちょっと奥義外して、相手の弁慶の奥義にちょっと合わせたいな、という感じですね。ここですね。ここで、アリババを合わせて、打つと。さあ、これでちょっとダメージは軽減されてるはずなので、まあ、ちょっと粘っておくと。まあ、ここじゃあ、ゼウス打つと。さあ、ゼウスもまあ7万ぐらい出てるんでね。いい感じ。さあ、ここから、さあ、魔盗族打てるね。魔盗族も打とう。さあ、魔盗族を打って、ここちょっと弁慶を待っておきますか。ここですね。ここでアリババ打つと。アリババを打ってですよ。打って、まあ、受けて、ここゼウスを打って、できたらちょっとね、回復に回りたくないんですよね。ただ、残り1分なんです
が1分切ったというところで、ここ、まあ、盗賊撃つと。さあ、ちょっとここきついきつい。もうきつい。きつくなってきた。もう1分切ってからね、急に強くなるんで、こ結構きついんですよ。でもちょっと頑張って粘って粘ってちょっと相手の奥義を待ちつつ、ここでアリババ打ちますと。これでどうだ、残り10秒、やられた。240万届かなかったですけど、結構やっぱダメージ伸びましたね。これちょっと成績見てみますか。さあ、まあ与えてるダメージは、ちょっとゼウスが飛び抜けてますね。で、魔盗族は結構ね、強化したので、まあいいダメージ出してると。で、回復には一切、ちょっと奥義回してなかったんで、まあゼロになってるんですが、被ダメージも、まあアリババがね、ちょっと頑張ってると。で、まあ、回復もアリババ頑張ってるという感じなので、まあ、どうですかね、この結果。まあ、やっぱりアリババちょっと育成してもいいんじゃないかなっていうのと、魔盗族もね、イベントさんにしては、いい活躍をしてるんじゃないかなと。このアリババ抜いてますからね。一応アリババ奥義レベル4ですからね、これ。まあ強いんじゃないかなという感じですね。で、まあ今回魔盗族ね、ちょっと頑張って育成してちょっと使ってみたんですが、またね、ちょっとダメチャレ、もう少しね、伸びそうならまたね、動画ちょっと撮っていきたいなと思いますという感じで、まあ本日はこの辺りにしておきましょうか。よかったらね、高評価の方とチャンネル登録の方よろしくお願いしますと。それでは皆さん、また。